くテレビ局が力を入れる週末ドラマ。現在5つのテレビ局で話題の週末ドラマが放送され、しのぎを削っています。今日はそれぞれのドラマの魅力を視聴率とともにご紹介。 SBS の金土ドラマ、マイデーモン。先週から放送が開始された本作、日本でもネットフリックスにて同日配信されており、ランキングでも軽々と1位にランクイン。財閥の相続人であり悪魔のような女性であるドヒと、能力を失ってしまった悪魔グオンの契約結婚ラブコメです。言及すべきは何といっても主演の2人。分かっていてもで、日本での人気も急上昇したネットフリックスの息子ソンガン様、そして太陽を抱く月などで天才子役として愛されてきた国民の妹キムユジョン様。監督もファンタジーなので技術的な部分も必要だが、最もファンタジーなのは2人のビジュアルだったと言ってしまうほど。その監督の言葉通り、きつい性格をしたご令嬢があまりに似合ってしまうキムユジョン様と、人外の悪魔を難なくこなせてしまうソンガン様。また序盤なので甘い雰囲気ではなく、互いをけなすような掛け合いのテンポも心地よいですが、メイキング映像などでは本当にカップルかのような甘い雰囲気が流れている2人のケミは必見です。第1話では視聴率 4.5%、 第2話では 3.4% と少し落としましたが、契約結婚の題材についてテール味の中で一番美味しい味ではないだろうかと監督が言っているほどなので、今後の展開も期待できそうです。 MBC 金土ドラマ、白序列結婚伝。マイデーモンと同日に放送が開始され、なおかつ契約結婚というテーマも被っている本作。残念ながら日本での配信は現在ありませんが、そう遠くない日に配信もあるのではないでしょうか。死を超えて2023年の韓国に到着した朝鮮時代の女性パクヨヌと、感情のない鉄壁男カンテハの契約結婚ストーリーです。主演は赤い袖先で大ヒットを収めた子役出身の女優イーセヨン様、そしてシルプ、チアアップなどで着々と人気俳優となったペイニョク様。今大人気の2人が共演するとなり、放送前から注目を集めていました。前世からの縁、タイムスリップ、契約結婚と最近のカンドラ要素満載ではありますが、1話からさすがのベテランイーセヨン様の時代劇に引き込まれていき、そして2023年現在で前世を忘れた男性と前世からそのまま来た女性の掛け合いに速攻でハマってしまいます。こちらは2話で初回よりも視聴率を上げて 5.9%。 契約結婚ドラマの争いは今のところこちらが少しリードしている状況です。全12話なので展開も早く進んでいきそうな予感。いつか日本配信が決まったらすぐにお知らせいたします。 TBN 土日ドラマ、無人島のディーバ。今週最終回を迎える本作、日本でもネットフリックスにて同日配信中です。15年間の無人島生活を終えて社会復帰を果たした歌手の卵が、憧れ続けた歌姫ディーバになるため夢への道を突き進むヒューマンドラマです。主演はウヨンウ弁護士は天才肌で、さらなる飛躍を遂げたパクウンビン様。最近日本でのドラマ出演が発表された、分かっていてものジャガイモくんことチェジョンヒョプ様。無人島から復帰して歌手を目指すという設定からして興味を惹かれますが、1話から明かされる無人島に行くことになった理由、そして夢への気持ちに号泣すること間違いなしです。そして何といってもその時支えてくれた中学の同級生ギホは今どこにいるのか、男性キャストのどっちなのかと予想しながら見るので、より一層ドラマへの没入度を高めます。パクンビン様本人が歌っているシーンも必見。現在最も視聴率が高かったのは8話の 8.6%。 最終回でどれだけ上がるかわかりませんが、 TBN の土日ドラマはパンドラ、操作された楽園以降視聴率の不振が続いていたので断ち切ることができたとも言えます。今作の後続ドラマとして始まるのがイオンエ様主演のマエストラ。2つの契約結婚ドラマとの視聴率争いに期待です。 JTBC 土日ドラマ、力の強い女カンナムスン。先週最終回を迎えた本作、日本でもネットフリックスで同日配信されました。超人的な怪力を持った3人の親子がカンナムを中心に新種麻薬犯罪の実態を暴くファンタジードラマでした。同局のヒットドラマ、力の強い女トボンスンの後続作として多くの人が楽しみにしていたドラマです。主演はイカゲームなどのイーユミ様、ベテラン勢のキムジョンウン様とキムヘスク様、18の瞬間オンソンウ様と青春の記録のピョンウソク様と豪華メンバー。オンソンウ、イーユミのラブラインが非常に可愛く和みます。そこに珍しく悪役なピョンウソク様も加わるのが見どころ。ただ個人的にはラブライン以外の麻薬操作にはあまりハマることができませんでしたが、これは個人的な話であり、視聴率はとても高く、最終回で 10.4% と最も高い視聴率を記録し、優秀の美を飾りました。後続ドラマとして今週からチチャウク様、シンヒソン様主演のサムダルリへようこそが始まるので、こちらも週末ドラマの視聴率争いにどう絡
んでいくか注目です。 TBS2 土日ドラマ捕虜喫嘆戦争、11月中旬から放送が開始された本作、他4作とは毛色が違う時代劇です。日本では配信されていませんが、韓国の Netflix では序盤から1位を獲得しました。寛容なリーダーシップで捕虜を一つにまとめ、喫嘆との戦争を勝利に導いた捕虜の皇帝と、その政治の師で捕虜軍の総司令官であったカンガムチャン将軍の物語です。主演はゼアのキムドンジュン様、テジョワンゴンのチェスジョン様。原作小説を元にして作られた作品で、韓国の正統時代劇です。また KBS の創立50周年を記念した作品のため、最新技術を動員した大規模なスケールで制作されたとのこと。現在6話まで放送されており、6話の視聴率は 7.8%、 ぐんぐんと視聴率を上げてきており、今後も上がっていくと予想されています。こちらも今後日本配信が決まり次第お知らせいたします。